ヒュ川ネプタは、青森県平川市の祭り、2006年から毎年8月2日3日に開催。旧南津軽郡、イカリ石村、小野江町、平川町の合併により、ヒュ川ネプタとして誕生。主に、平川ネプタを受け継いでの開催であったが、近年小野江地域やイカリ石地域からの参加により、2011年度は30代による運行となった。 扇ネプタ中心で、ネプタの大きさは黒いネプタより大きく広崎ネプタと同等である。運行コースの道路が広く大きいネプタでも、運行できる、イコール大きい絵が描けるため、もっぱら、ヒューガはネプタの絵だけを描く広崎市の絵師もいる。世界一の扇ネプタや、各団体ごとに違う林が観客を沸かせ、参加台数の増加によって、 近年、ますます祭りは盛り上がりを見せている。2010年に、日向和紙合併5周年及び、東北新幹線前線開業と合わせ、約10年ぶりに、冬、ネプタも開催された。雪が降る、厳しい寒さの中、2日間で約2万人の人出を見せた。また、旧平川町と、姉妹都市であった鹿児島県南九州市に、チランネプタ祭りが開催されており、 毎年自民を派遣している。2020年4月10日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、実行委員会はこの年の開催中止を発表した。ヒューガはネプタの特徴としては、各団体ごとに違う林、流し踊り鳥を飾る、世界一の扇ネプタ等がある。林は、広崎ネプタのものを早くしたものが基本であるが、広崎ネプタよりのゆったりとしたものや、 尾上地域には黒いネプタの林を使用する団体もある。林に合わせて掛け声も、やあヤドまたはやあレアレアレアが混在している。流し踊りは、ネプタの前を黒石よされに似た踊りを林に合わせて踊る。これも各団体ごとに衣装や踊り方違う。世界一の扇ネプタは、1998年12月27日に、 旧平賀町民の善意により完成。高さ11メートル、幅9.2メートル、奥行き4メートル、重さ約3トンの大きさを誇り毎年鳥を飾って運行される。ネプタの前を花嵐桜組が踊り、祭りの最後を盛り上げる。ネプタイは人の肌の部分以外は水墨画となっている。その大きさゆえの迫力は、 青森ねぶたや古書川らりつねえたけたと並び人気を集めている。また、旧川市役所隣の常設展示場にて年中見学することができる。現在は、旧川市、世界一の大木ねぶた運行実行委員会により、管理、運行されている。ありがとうございます。